黒い福音は、松本清張の長編推理小説。週刊講論に連載され、1961年11月に、中央講論社から刊行された。1959年3月に起こった、B.O.A.C. スチュアーデス殺人事件をもとに、フィクションの形で推理を展開した、長編小説である。大きく2部に分かれ、第一部は、事件発生までの背景。 家庭を描いた犯罪編第2部は刑事たちによる捜査を描く推理編となっている。1984年2014年にテレビドラマ化されている。終戦直後、武蔵野に損するグリエルモ教会。教会はカトリックの一派、バジリオ会の所属であった。ルネビリエ神父は聖書の翻訳作業を行う目的でエバラヤスコのもとに通っていた。 しかし深夜になると、安氏の寝室から不思議なすすり泣きや忍び笑いが漏れてくるのだった。ルノーで乗り付けるビリエ神父に加え、安氏の家では深夜、トラックが謎の荷物の積み下ろしを行っていた。安氏の生活は急速に派手になっていく。ある時、荷物の運搬に携わっていた日本人が警察に密告し、トラックから逃製品の砂糖が押収された。 不法売買の疑いが持たれ、刑事が教会を訪れたが、グリエルも教会を統括するフェルディナンガ・マルタン。管区長は、物資の闇商売は、日本人が勝手にやったと回答した。さらに管区長は、ビリエ神父に、日本政府の交換婦人を通じて、恩便に解決するよう手配し、日本人の運搬責任者に、犠牲になる、よう指示する。その後7年が過ぎ、 グリエルモ教会は以前にも増して発展した。その間に、官区長のやり方に異議を唱えた神父は、朝鮮半島の壁地に転任となり、その代わりに、シャルル・トルベックが神父となった。トルベックは、純真な神学生であったが、女性を知らなかった。神父に着任後、不慣れな手つきでミサを行うトルベックだったが、外国人の説教をありがたがる、日本女性に人気が出て、 トルベックは楽しくなる。ビリエ神父とエバラヤスコが親しげに慣れ合う様子を目にしたことを引き金に、トルベックはミサで説教を聞く女性たちに手をつけていった。そうしたとき、トルベックは生田節子と出会う。BOAC スチュアーデス殺人事件死体発見現場原作における設定を記述。松本成長スペシャル黒い福音。 1984年11月26日21時2分 -23、24、TBS 系列にて放映。番組の最初に、白井義雄による解説がある。視聴率19.9%。DVD 化されている。キャストスタッフ、松本清張黒い福音、国際センスチュアーデス殺人事件のタイトルで、 2014年1月19日21時23時24分に、テレビ朝日系列、日曜エンターテインメント枠で、テレビ朝日開局55周年記念、松本清張2夜連続ドラマスペシャル昭和の2大、未解決事件の第2夜として放送された。キャストスタッフ、ありがとうございます。